自律神経専門家チカ子の部屋へようこそ。今日は糖尿病リスクを上げる意外な飲み物3つっていうことで、糖尿病の方も見ていただいていいですし、今糖尿病じゃないけれども、これを飲みすぎたらっていうことなので、これを絶対飲むなっていうことではないんですけれども、飲みすぎるとこれも糖尿病がこう悪化する原因になるんだなっていうのをちょっとこう知っておいていただきたいって思いまして、でこの動画を撮っています。はい、糖尿病リスクを上げる意外な飲み物3つっていうことなので、要は飲み物でこう思ってる以上に糖分がいっぱい入っているから飲みすぎたらその糖尿病、糖分取りすぎ、要は よろしくないのがやっぱ精製された糖とかですね、そういうのが良くないんですけれども、それが体にいいと思って飲んでるんだけど実は糖分がいっぱい入ってたとかっていうこともあるので、ちょっとその3つの飲み物をぜひ、ご覧ください。でまずですね、意外というか裏をね、こう食品の成分表を見る癖がある方は分かってると思うんですけども、まずエナジードリンクで、エナジードリンクってカフェインが入っていて、でそれでこうシャキッとする。でカフェイン以外にもいろんな、ビタミンの成分とかも入っててね、ちょっと飲むと元気になるような感じがして体にいいって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、カフェインも入ってるし糖分もめっちゃ入ってるので、これこそ朝こう気合い入れるのにエナジードリンク飲んで、ちょっとお昼はご飯食べたら眠くなるから眠気覚ましにエナジードリンク飲んで、で夕方もちょっと残業するのにエナジードリンク飲んでとかっていう風にしてたら、血糖値が上がっていく。そのいきなりね糖尿病に、あなた糖尿病ですよっていう風にはならないけれども、こういうそういう習慣を続けていると、あら血糖値高いわって、その健康診断の時とか、なんか血糖値測った時に、あれ血糖値高いですけどもどうしたんですかっていう話になったりとか、でこうカフェインもね入ってるので、ちょっとその糖尿病とはちょっと別ですけども、カフェインが入っててもうカフェインを取ってもうさらに欲しくなるっていうのはカフェイン中毒のような状態になってしまうと、もうどんどん量が増えていったりするので、このカフェインの量も増えるし、飲めば飲むほどカフェインの量も増えるし糖分の量も増えるっていうことで、エナジードリンクですね、なんかこうシャキッとして体に良さそうですけど、エナジードリンクは体にムチ打ってこう頑張って動けって体にこうするものなので、体に健康に良い飲み物ではございませんので、それをご理解の上ここ一番今日は頑張らなきゃいけないとか、これはエナジードリンクを飲んでもうこれだけは達成しなければとか、なんかもうここ一番っていう時に飲むのはいいとは思うんですけども、私は飲まないですけど、本当カフェインに弱い体なのでね、私はちょっとエナジードリンクはね手出したことないので、飲んだ感じどうだかっていうのもちょっとお伝えできなくて申し訳ないんですけど、本当カフェインね体に負担かかっちゃうので、すいません、自分の飲んだ体感はお伝えできないんですけど、カフェインも入ってる、糖分も入ってる、飲みすぎたら糖尿病リスクを上げるということで、まずエナジードリンク、これ体にいいものではないというのをお伝えしておきます。で2番目はスポーツドリンクで、スポーツドリンクに関してはですね、ちょっと別な動画も撮ったことあるんですけど、スポーツドリンク、具体的な名前を挙げちゃうとポカリスエットとかアクエリアスとかなんかいろいろあると思うんですけども、なんかこう一部の方がスポーツドリンクって体にいいって思って日常的にこう口に入れる水分はスポーツドリンクですっていう方が少数なんですけどもいらっしゃるので、もうこれは本当に気をつけていただきたい。スポーツドリンクは体に吸収されやすいような電解質の濃度でこう水分補給、その体が脱水気味だとか汗かいた後とかね、ちょっと今日水分取るのがこう
足りなかったかなとか汗をいっぱいかいちゃったなとかそういう時に飲むのはいいんですけど、日常的に飲むには糖分が多すぎる。ジュースと同じですから、ジュースと同じです。その清涼飲料水、お砂糖が入ってるジュースと同じなので、このスポーツドリンクもちょっと脱水気味だとか汗いっぱいかいちゃったとかっていう時以外は常用しない、毎日毎日ガバガバ飲むものではないので、これもお気をつけください。で、あと3番目としてフルーツジュース、フルーツジュース、野菜ジュース、もう体に良さそうなんですけど、野菜ジュース、こう結構こう食品成分のところを見るとお砂糖入ってるものも多いんですよ。フルーツジュースとか野菜ジュースとかで、まあ、うん、それでお砂糖入ってなくてフルーツと野菜だけですっていうのもあるので、それだとまだマシなんだけれども、食物繊維とかが全部そげ落ちてて、で糖分はしっかり入ってるっていう状態になってるので、フルーツジュースとか野菜ジュースとかも体にいいと思ってガバガバ飲むものではないと私は考えています、はい。だから、このフルーツとかお野菜とかもご自分でとか、あとスムージーとかだとその食物繊維も一緒に、その皮とかなんとかも全部まとめて、その絞るんじゃなくてスムージーだとこのすりつぶしてっていう感じで食物繊維も一緒に入っているっていうところで、そこでまだいいとは思うんですけども、このフルーツジュース、野菜ジュース、砂糖入ってるものは本当にジュースだし、お砂糖が添加されていなかったとしてもやっぱこの絞って本当この液体の部分だけで、果物の良さってやっぱりその食物繊維とかが合わさってて、それで全部丸ごとで体にいいですよって言われてるものなので、こう絞っちゃって液体の部分だけの甘いこう液体の部分だけなると、やっぱりね、飲みすぎたら糖尿病のリスク上がりますので、これ本当にお気をつけください。もうなんか意外とね、飲みすぎちゃったりとか、液体なのでね、そのお腹にこう固形なもので溜まるっていうことがないので、ついついなんか飲みすぎちゃって、しかも体にいいと思ってたらついつい手が出ちゃってっていう風になりがちなので、この糖尿病リスクを上げる意外な飲み物ということで、まあ、糖尿病でいやこれめっちゃ飲んでたわっていう方はもう即刻やめていただきたいです。やめていただきたい。でなんかこう血糖値があれ高いなっていう時に、あ、そういえばこういうジュース飲んでたわっていう方もちょっと控えていただきたい。これ絶対飲むなっていうわけではないですけども、飲みすぎると糖尿病リスクを上げてしまいます。はい、ぜひお気をつけくださいということで、はい、今日も動画最後までご覧いただいてありがとうございました。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。